力は偉大なり。ショートバン。はぁ、なんだか嫌になってくるな。おやおやどうしたんだい、諏訪子くん。もうすぐドイツとの戦争に勝てそうなんですよ。ものすっごい戦死者を出しての勝利なんですが、なぜか戦勝点の数では連合国陣営に負けてるんですよ。このままじゃソ連は大した成果も得られずに終わっちゃうんですよ。確かに連合国のクソどもは私利私欲にまみれた豚どもだから。そこまで言う必要なくね。よく欲しい土地を分取っていきますね。あしかし、こちらのモットを導入すればそんな問題は解決。その名も、プレイヤーレッドピースコンファレンス。こちらを導入すればご覧の通り、いくら講和会議のターンを進めても他の国が一向に領土を獲得しません。それもそのはず、こちらのモットはいわば講和会議の主導権を完全に握れるようになるモットで、プレイヤーの操作国以外は講和に一切関われないので、好きなだけ領土を獲得できちゃうんです。てなわけで講和会議が終了しました。ドイツが負けたのになぜか講和会議に参加しなかったスロアキアを除いて、欧州や元フランス植民地をソ連領にすることができました。ちなみにソ連は優しいのでドイツにだけ領土を残しておいてあげました。いやばしょよ、どうせなら人も意味併合してくれって顔してんぞ。